です、今日は13回目の結婚記念日になります。で、まあ13年経って男の子が1人、女の子が1人、2人で4人家族になりまして、で、まあサラリーマンを私も辞めて独立をしてこう商売をさせていただいてるわけですけども、やっぱり妻には非常に感謝をしております。で、まあ手前味噌になってしまいますけども、非常によくできた妻で、いつも支えてくれて、まあ感謝に尽きない、まあそれが正直なところです。で、まあこれからも平穏な人生ではないかと思いますけども、まあ二人仲良く暮らしていければと思っております。で、今日はちょっと少し妻に感謝をして、まあ、子供たちと一緒に、まあ、回転寿司ですけど、お寿司を久々に食べに行きたいと思います。夏ぶりのような気がします。なかなか節約人生が続いてますので、まあ、妻に楽をさせてあげられずに、ちょっと申し訳ないと思っています。贅沢はしなくてもいいんですけども、少しお金の心配をかけずに日々過ごしていければというふうには思っています。頑張ります。それでは。